はい、えー、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。えー、こういうやり方もあり、卓一、均一、目から鱗の学習術と題しまして、私、根本の方からは卓一の方、そして赤松講師の方から記一の方をお話し,していこうと思います。もう、名前の通りなんですが、もういろんな勉強法があります。で、自分の勉強法以外にもいろんなやり方があります。で、今までいろいろな指導をしている。で、その中で、こういうやり方もあるんだよ、こういうやり方あるんだよ、たまに言っていくと、え、そんなのあるんですかと。 というやり方がいくつか持ってます。今回そんなやり方を、択一のは私で、キー立の赤松先生の方からやっていこうと思います。じゃあまず択一の方から行きましょうか。レジュメの方を開けていただいて1ページお願いします。えー、こちら。まず過去問演習についてです。1、解き方。分野ごと2、3問解いて次の分野に行く。もしくは、 あといだけどんどん解いていくまあ例えばなんですけどあのー、一つの分野どうしましょうかこのよいしょ即時職って分野だけでね全部解いていったら結構あるんですよこれ全部やっていったらもう何分かかっちゃうとでそれ解き終わったからにはもう前の問題忘れてますよ はい。ってことで、ここでお勧めしたいやり方が二つ。まず一つは、その分野について、一問ないし二問ピックアップしちゃうんです。一問ないし二問ピックアップして、そのピックアップした問題が終わったらもう次に行っちゃう。全部その分野を解いてから次に行くじゃなくて、ピックアップした問題が終わったら次に行っちゃう。というやり方です。で、そのピックアップの仕方としては二つあって、まず楽なもので言うと、 直近から2年分、もしくは3年分。直近から2年分、3年分。をピックアップして次に行っちゃうと。で、もう一個。おすすめは、長いか短いか。あの、こう、見ててうーん。 あ、これ、これするんだ。あ、ダメ。お前は採用しない。教授学生長いから。うん、ちょっと長いな、文章は。お前は絶対ダメ。教授学生だからダメ。あ、学生色なからダメ。もうちょっと短いな。よし、こいついいかな。あ、お前長い。あ、いいね、と。こんな感じで、短めの文章だけを選んでしまって、それをまずやっていくと。あのー、 卓越の演習って別に教授学生の文章を永遠と読むことが、あの、永遠と読むことは別にそんな意味はないんですよ。知識の確認なんだから、文章が短いやつの方が確認はしやすいはずなんです。確認しやすい問題だけピックアップしちゃって、え、それをやっていくっていう作業。で、もちろん、その場合はね、この問題やってるよ、やってないよってことは、ちゃんとわかるようにしておくべきです。それが一つ。 で、もう一個は、同じことを繰り返していくと。よいしょ。これね、問題のところの、あといだけ見たら次いっちゃうんです。あといだけ見ちゃう。あの、メリットは結構あるんですよ。あのね、五た択い性解いていくと、あ、い、うで丸ばつけていくとね、ごたの五具を見ちゃうんですね。その五具見ちゃって、あ、多分これ、あが三 あと、丸が三つついてるから、多分、えと、お、罰だろうなとかね。あと、いが罰がついてから、多分、次あたり丸だろうなとかね。よくわかんない推測かけて解いちゃうんですよね。一方、あと、いだけしかやんないんだったら、その推測かけようがないんですよ。語群も見ないんです。で、しかも、ニアしだから、すぐ読めちゃうし、もっといい点はね、ニアしだから、もう問題を覚えてるから、すぐ答えを見てもね、すぐ思い出せるんですよ。ありませんあの、五択やってて、 ああ、時終わったーって答え、あ、間違ってるー、なんでーっていうか、どんな問題ああ、そういう問題ね、と。こういう感じで、語択五詞読んでから、あの、足の裏から見振り返ると、また問題見返すことになってしまって、時間かかってしまうと。そういった点においても、あといだけ見ていくっていう作業は、効き目があります。あの、伝わりますよね。あの、根本はあといだけやればいいとか、そういうことを進めてるわけじゃないってわかりますよね。はい なんで、私の時はね、後いだけザーッと先やって、次はね、うとえをザーッと見て、最後はね、あとおという形でやっていくと。いうふうに、にやしだけを見ていくってやり方をお勧めします。こんなのが解き方のテクニック、テクニック,ク,ニックとはコツです。 次は、じゃあ2番。解説との付き合い方。ここなんですよ。もうできるだけ読まない。もうこれです。読まない。ここで時間食ってるんですよ。解説読む時間で。思いませんか演習2分で解説読むのに15分。何やってるんですかそれ。解説で読まない方がいいんですよ。でもうもう、何 当たってても、なんか自分の思った理由と違ったら怖いから、読む。読むでしょ大体いい思った理由通りなんですよ。時間の無駄なんですよ。でね、どうしてもって言うんだったら、次の行なんですけどね。もう間違えたものしか読まない。あの、繰り返します。 演習が2分で解説読むのに15分というのはおかしいんです、その演習。むしろ逆であるべきなんですよ。演習15分かけて解説読むのが2、3分で終わりにすると。そうすべきなんです。で、もし間違えたときに、ね、読んだらね、もうこれね、間違えたものは絶対2回間違えるんです。だとしたらね、これね、二度と長文読まなくていいように、 ピンポイントに線引いてほしいんです。ピンポイントに。こんだけ長い文章があってこんなの読みたくないと。もう、ここだけ読めば十分だってところ。ここだけ読めば十分だってところに線かなんか引いちゃう。で、うまく線が引けないんだったら横にコメントを書く。繰り返します。 一回間違えたものはどうせ同じ間違いをもう一回やります。だって二度同じところでね、同じ文章を読まなくていいように、ここさえ読めばいいんだってところを決めちゃって、そこだけ線を引く。で、うまく線が引けなければもう自分でコメント書いちゃう。これを強く進みます。で、最後にもう一回で繰り返すと、 演習と解説読む時間は演習が長い方がいい。演習が長くあるできたからね。解説読んでる時間が長いってのはおかしいんだからね。そして次。これもおすすめしたいところです。3。問題にメモを入れていく。 権利関係、投機房、余白。前のページに入れていく。こんな感じです。よいしょと。い。こんな感じ。あのー、民法って事例問題が多い。で、その事例を頭から一個一個考えてえ、メモ帳に書いてって、で、それで丸抜を考える。時間食うんですよ。でも、もしですよ。 こういった権利関係の図学もう載っていれば、あ、こういう物語で前提ねってなれば、文章を読むスピードは明らかに速いですよね。論点がすぐ分かっちゃうんですよ。あ、あの、あそこ聞いてるんだねと。それはすぐ分かるんです。なんで、このね、権利関係をもう問題に書いちゃうんですで、書く価値としては、あの問題の横っていう手もあるし、あとね、 全部じゃないんだけど、全部じゃないんだけどね、大抵、あの、下が空いていたり、横が空いていることが多いんですよ。下が空いていたり、横空いたりするんですよ。そんなところに書いていって、もう自分の目でね、権利関係を追っかけなくていいようにする。あのー、権利関係を起こす作業なんてもう嫌、やってことやってるでしょ別にこの権利関係を起こす作業を手を省いたって、別にその能力が落ちるとは思いませんよ。 これはかなりね、卓一音のとく演習のスピードは相当上がります。初めで結構時間がか,かっちゃう。初めに時間か,かっちゃうけど、2回目、3回目すっごく上がってきますので、おすすめです。よいしょ。 もうちょっと待ちましょうかね。そしてもう一つお勧めしたいことが次のポチなんです。赤の部分で、赤のペンで、引っ掛けの指摘、理由付けを問題部に書いちゃう。こんな感じです。あの、赤のペン、またはボールペンなどで、 丸抜を書いちゃう。そして竜付けも書いちゃう。罰だとしたら、え、竜を無権利者じゃないとか、不法占有だとか、書いちゃうんですよ。問題文にね、問題文に。で、なんで赤にしたかっていうと、これ赤にしておけば、赤の下敷きで、この赤部分が消えるんです。赤の下敷きをここに重ねれば、赤い部分は消えるんですよ。そうするとですよ、 ちょっとこれ今赤のペン、赤の下敷きやりません。あちょっと昔やったらね、これうまく映像映らなかったんですよ。なんで、ちょっと、えの、赤の下敷きで今被ってると思って。赤の下敷きで被ってると思って。で、それで、えっと、だけな、罰だけな、丸、あ、ツだあ、そうだ無権利だえっと、次は、バツあ、丸、あ、不法占有だあの、丸バツの作業はすぐわかるよね。解説全く読まなくて済みますよね。 スピードは段違いですよ。でも、合格ゾーン汚したくない。汚してください別にこれ貴重な価値があるわけじゃないんですから。こんなのいくら汚したっていいんですよ。で、実際これやると、択一読むスピードは速くなるし、解説読むスピードは絶対速くなるし、書き蒸らしいから大体。また、 こういうとこ、なんかね、線かなんか引いておくと、もう問題の切り方のコツにもなるわけです。あ、こういうとこ引っ掛けてくるんだから、こういうとこ注意だね、とか、いうのもわかるんですよ。これも一番初めね、この作業やるのは結構時間かかっちゃいます。なんで一番初めだけ苦労ね、あるんだけど、それさえ乗り越えれば、うまくいきます。ん何赤のペン入れて間違った時が嫌だフリクション <laughs> え、消せるボールペンが今いくらでもありますよね。 削るボールペンがあるんだから、いきなりやっちゃいましょうよ。やってみて、うまくいかなければね、やり方変えればいいんです。なんで、権利関係を書いたりとか、丸抜を書いてしまうっていうのは、かなりおすすめするところだと思います。解説を読まなくてもいいとかね、いろんなメリットがあります。ただ、難点は、一番初めてこれを作るときは結構時間かかっちゃうってこと。あと、凝り始めるとハマっちゃうってこと。 理由付けとかはね、これ、これ初めて書いちゃえば書くことね、ハマっちゃうんですよ。なんで、本当に最小限言えることでね。コメントは最小限にするようにしてください。で、これ何回かの時に勤めた時にね、どうしてもなんかわかるんだけど、踏ん切りつかないって言われたので、あの、その方が合格ゾーンなんか2年分持っていたので、あの、1年前のもの、昔のもので一回練習してごらんと。で、一回自分でやってみて、それで、どんな感じがやり方、やわかってきたらね、 自分の本体の方でやってごらんとって言ったこともありますはいでその、えー、ちょっと待ちましょうかはいじゃあ次4番「演習する範囲と」と で、まあやっぱり言われるのは、過去問全部はやりたくないと。どこまで絞ればいいですかと。っていったご質問をよく受けます。で、それについてのアドバイスとして、いろいろ入れました。科目ごと分野ごとによっていろいろ違います。時間が取れない方、取れる方用にいろいろありますので、ぜひ参考にしてみてください。また、実は、これはこれで別に一冊にまとめたものもあるんです。えっと、よいしょ。こちらの方に、えー、今年刊行した書籍で、ポケット版択一過去問圧集というのがありまして、 こちらの方が、え、この過去の中の中の絵も、A と AA ランク、A と AA ランクだけまとめた書籍になっています。こういったものも、え、ま、使ってみるのもいいかもしれません。レジュメの方、ちょっとこちらの方、え、付随するんですが、2ページ見てやってください。もし問題を絞りきれないよという方、え、こういった講座もあります。この教材を使って1日15分ずつやっていって、ダブル A と A ランクを潰していくと。 っていった講座もやっております。1日15分で2ヶ月で潰せるよう設計しております。もしよかったらご検討してみてください。では、今度右のページお願いします。次は暗記作業です。1番。積極的暗記作業、消極的暗記作業、2つあると思ってます。この、 消極的、あの、積極的暗記作業っていうのはもう多分イメージ通りです。消極的暗記作業っていうのは、つどつど見ておいて、いつか覚えられたらいいな、いつか覚えられたらいいな、というのが消極的暗記作業です。積極的に覚えるっていう作業をするんじゃなくて、目を目に通すことを通しておいて、いつか覚えていたらいいを目標にするんです。 まずはそっちから行かせてください。2番、消極的暗記作業。これ、手で持ちやすいもの、パッと見ですぐ見やすいものに情報を落とすんです。一つ目は、手帳です。覚えるべきものをちっちゃい手帳にまとめていく。で、ちっちゃい手帳にまとめておいて、ちょっと時間があればそれを見るようにする。お昼時間に見るとか。 電子の1回で見るというふうに、自分でルーティンワークを決めてしまって、その手帳にまとめたものを見ていくっていう作業をとっていく。で、いつか覚えられたらいいなっていう目標でやっていく。で、もう一個。これ近年多いです。スマホに写真で撮ってしまう。もう手帳でまとめるだけめんどくさいんですよ。パシャッとってね、撮ってしまって、今日の通勤時間値はこの表だけ見ると。 っていうふうに決めてしまって、写真に撮ってそれをずっと見ていくという作業もありです。三、積極的暗記作業。図表を隠して宣言する。図表っていうのは目で見解するっていうのも重要ですが、それを隠す。 隠して中が言えるか。隠して中が言えるかっていう作業。ぜひそっちをやってほしいんです。図表を隠して中身がちゃんと言えるか。中身が言えるんだったら、覚えたってことになる。中身が言えなければ、覚えていないってことになる。伝わるでしょうかね。ちょっとこれ全然違う、あの、関係ない表ですけどね。例えばこんな表があったとしたらね。 図表を見た後には、ここを隠す。隠して一つ一つが言えるか言えないか。隠して一つ一つが言えるか言えないかを宣言していく。言えなければ覚えていないってことです。これが積極的暗記作業の一つの方法。図表を隠すです。次。スマホ機能を使う。これね。 いろいろありますよ。あのね、暗記帳とか、あの、暗記のアプリとか、あの、ね、単語帳アプリとか、いろいろあります。あのー、去年の方で、あの、実際やったのを見るとね、単語帳アプリ使ってね、無効自由を宣言するんです。あのー、例えば、〇〇の登記っていうのを1個入れて、次のスライドには、無効自由を入れておくんですよ。で、タップで見てね、剰余金の、え、募集株式発行でタップしたら、えっ、えー、と、決議権限え、申し込み、割り当てとか。 いうふうに自分で、あの、メモ帳を作っておいて、タップすれば次のコーナーを開くようにする。そんなに暗記カードを使っていったとい方もいらっしゃいました。いろいろあります、今、スマホって。多分、手帳を触るよりも多分、スマホを触る機会の方が多いと思うんですよ。だったら、このスマホを最大限使うっていうのはいいと思うんですね。 次、自分なりのヘリクスをつける、これ、ね、ヘリクスです、ヘリクス、あのー、あ,のまあ自分の受験生の時じゃないんだけどね、まあ、多分ったぶん昔言ったことがあるんですがねあの、なんで商業登記で行政機関はオンラインができて、司法機関はできないんですかと、裁判所はできないんですかと、じゃあこう思う、な、裁判所は一太郎を使ってる、だからだめなんだと、裁判所は一太郎を使ってる、だからだめなんだと。 意味わからないと。一緒ならばかしてるんですかと。でもこれはどうでもいいですよ。結局結論を覚えられるんですよ。あのね、どんなもんでもいいんです。もうね、どうしても分かんなければ自分なりの思いめちゃくちゃの比率をつけて覚えに走る。これがね、四つ目の、三つ目のポチンとこです。で、最後。一日一つ、絶対暗記を決める。これめちゃくちゃお勧すすめします。一日一つ決めるんです。 例えば、心臓よ用、脳治用の許可がいる。それをね、朝見たとしたらね、昼とか夜とか、ちょっとした時間でもそれを連呼するんです。もう一日一個です。一日一個。何個もやるから覚えられないんですよ。一個って決めちゃって、それを毎日、え、一日ね、いや、ね、何度も何度も振り返せば、絶対覚えますよ。 一日朝起きてね、じゃあ今日は絶対この部分だけ暗記するって決めちゃって、あとね、通勤中なり、食事の時間なり、ちょっとしたところで思い出したらそれをれれれ宣言するということ、ぜひやってみてくださいえ。ちなみに次の資格枠なんですが、えっと、つい最近なんですけど、私の方であの、暗記網だけの講座を実施することにしました。単純暗記網だけ、仮登記の書きとか、農地用のフワだとか、そういった暗記網だけをピックアップしたえ講座を作っておりますえ。2月のあたりから配信されます。 もし暗記ものちょっと今のうちから潰したいという方、ご利用ください。じゃあ次のページ行きましょう。テキストの読み込み、条文との付き合い方について。1。 読み込みをする、もしくはしない。次の行ですが、条文の読み込みは、向き不向きがあります。合格者が、会社の条文を読み込むといいよって言って、読んでみました。あ,あ、本当だねっていう人もいれば、僕にはお経にしか見えません。この作業が一体何のためになるか全然わかりません。でね、後者の方に、 この条文の大切さってことをいくら説得してもね、実は無理なんです。条文を読むことについて、向いてる方と向いてない方が残念ながらいるんですよ。で、向いてないなって方はね、やるべきじゃない。で、これもだ何がね、どういう人が向いてるかっていうのはわかんない私も。もうご自身で読んでみて、例えばね、30分なり、20分なり読んでみて、おー、読んでよかったーって思うか、うー うううきつい <laughs> ってなるかどっちかなんですよもう校舎だったらもうやるべきじゃないもう単なる靴な制うですから次にテキストのマーク一つ目重要部分にマークするっていうことでこれは2年目以降の方にはおすすめをしません あの、もし重要部分って言うんだったら、時効、初級校ってめっちゃ重要ですよ。栄養ってめっちゃ重要ですよ。でもそんなのもう分かってるじゃないですか。2年目以降の方が線をつける、色をつけるっていうのは、自分が今分かってないところに色をつけるべきなんです。自分が今分かってない、できてない部分に色をつけるんです。分かっている部分に色をつけても点は上がんないんですよ。 それが次の部分です。自分が覚えていない部分、間違えた部分に色をつけるってこと。そして次。これも結構おすすめです。色分けのすすめ。あのー、何でしょうかね。例えば、今から3月まで。もしくは、できればね、極論なんだけどね。 去年、今あるテキストがね、赤色をつけてたんだならば、今年は赤じゃない色でつけるべきなんです。あの、私は実際そうで、あの、ちょっとこれ、これに合わせてですね、とね、あの、初級鉱山テキストを私受かるまでずっと使ってたんですで、その時にね、初級鉱山で受けてた時につけた線がね、これ、こういう色だったんですよ。で、2年目、3年目になって、あのね、新しく知ったことについては別の色にしたんです ちょっとこれ色が薄いくと申し訳ない。ちょっとこれ濃くしますね。で、これが何のメリットがあるかっていうと、読み込むときにね、次読み込むときに、基本だけ見たければ赤。知識を広げたければ緑しか読まない。基本だけ読みたければ赤しか読まない。広げたければ緑しか読まない。っていうふうに、使い分けができたんです。 なんで、もし既存テキストにまた色をつけるんであれば、今までつけたものとは別の色につけることをお勧めします。そして、あの、ぜひ色をつけるときはね、あの、今これ画面では使ったんですが、蛍光ペンはお勧めしない。あのね、どうしても蛍光ペン使いたければ、塗ったくない。 どういうことかっていうね。あの、今これがわかんなかったと。で、直前期になってわかんなかったと。そしたら、こう、また、こう、濃く塗るわけですよ。ここは今わかってないぞと。で、そうすると、あ、今どこわかってないかって一目でわかるんです。はじめからこう塗ったくってたらどうすればいいまたわかんなかったらこれね、だんだん黒に近づくんだ。色が。 なんで、初めから塗ったくるんじゃなくてね、初めは薄くつけておいて、直前期になればなるほど濃くしていく。の方がいいと思うんです。はい。じゃあ次3番。会社法条文の読み込み。 で、問題を解いて条文にマーク。あの、一番おすすめはこれです。もし、どうしてもね、会社の条文を読むんであれば、頭からね、あの、念仏のように読むな、読むことはあんまり進めません。てか全く進めない。あのね、問題を解いて、間違えた問題があれば、その部分について条文を引く。これが一番効率的だと思います。で、そうすると、その条文の、あ、この括弧の部分を読まなきゃいけなかったのね、とか。あ、この、この、こう、まつを見なきゃいけなかったのね、とか。 今分かってきます。で、そのね、もしね、条文、えっ、ー、と、問題解いて条文を引くっていう作業をするんだったら、お勧めしたい書籍があります。それが、右のページに載っている、会計試験の一問一答問題書なんですこれ、超ドキソから載ってるんですよ、足が。ちょっと、あの、一番上の、1日って問題見てくんない これ別に、これ初試験でこんなの見たことないと思うんですよ。でも言われればそうですよね。えっと、どっか一部でも自由があれば公開ですよね。次、12番。これ大外者の定義通りですよね。これね、11番が25号の問題で、12番が26号の問題なんです。 全部の条文が載ってるわけじゃないんだけどね。条文のね、6割ぐらいはカバーできると思う。条文読む作業として使える問題書です。 では、えー、最後になりますが、一番下、学習時間の確保について。隙間時間の活用をするかしないかというところです。で、この隙間時間を使うっていうところ、メリットデメリットがあります。メリットは、もちろん隙間時間集めればなんか3時間ぐらいあると。その3時間の活用ができるっていうメリットがあるんだけど、デメリットはね、そのね、時間を探そうがめんどくさい。あそこにこの時間がある、ここにこの時間がある、ああ、時間作んなきゃ、ああ、時間作んなきゃ、作んなきゃと。それがせせこましい。 ま、米印に載ってます。職場環境にもよります。あのー、もう本当に隙間時間が固定的に、ね、このじ、ここでちゃんと隙間時間がちゃんとできると。いうんであれば、その時間を狙って勉強するのはいいでしょう。でも、突発的な隙間時間が起きる職場だったら、その時間に合わせて勉強するっていうのは、むしろなんかめんどくさいです。あんまりおすすめしません。むしろおすすめしたいのは、2番です。仕事に専念しましょう。 早く帰れるようにしましょう。早く帰って家でじっくり勉強する。そっちの方がいいです。そのために、隙間時間も仕事の効率を上げるために準備に使う。もしくは早めに出社する。絶対残業はしない。早めに仕事を切り上げると。これで自分の勉強時間を確保する。私はこっちをお勧めしたいです。なんで、もし隙間時間とかに悩んでる方はね、もう諦めちゃって、仕事を早めに切り上げるって方向に持ってってください。 あちなみにデメリットあります。あの、ポンポン効率よくできるとね、上司から、こいつできるやつだと。って思われて、余計仕事が振られる。下の方に入れときました。やりすぎると評価されて、余計仕事が増えます。ない、な、やりすぎないようにしてください。で、3番。これ結構最近多いなと思うのが、あの、講義のデータ、音声をずっと聞き流すだけ。 あのー、私あんまりお勧めしなかったんですが、最近やっぱり多いんですよね。あのー、中上級の講座の音声をずっと聞いていくと。で、うん、語学宿舎かなんかの時にね、全然こうずっと聞いてまして、もうだんだん分かるようになりました。あそこが来たらこういうオチがあるんだなとか、こういうなんか面白い話が出てくるんだなっのがって、こういう結論が出てきますよね、と。もうそこまで覚えるっていうのは、多分ね、結論も頭に入るんですよ。だから聞き流すっていう方やり方も、まあありなんだなっていうの思います。 効率はあんまり良くはないんです。良くはないんですが、本当に消極的な暗記作業としては使えると思います。はい。以上が私の方の、卓一の方の、まあ、勉強の仕方ということになります。では、続いて赤松講師の方から、記述の方で、えー、やってもらいたいと思います。では、お願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。 レックセンに講師の赤松です、えー、それでは、えー、こういうやり方もあり択一、気、え、鬱、ーえー、目から鱗の学習術、えー、私の方からは記述についてお話をさせていただきます択一、えー、の方からは根本先生の方からねいろいろと参考になるお話があったかと思いますからねそちらをご参考にまたね勉強方法いろいろと試してみてくださいじゃあ、えー、私のレジュメの1ページご覧ください はい。えっ、ー、と、そもそも、えっ、ー、と、司法書試験の旧知問題っていうのは、えー、何なのか、それをまず確認しておきます。そちら、レジュメの1ページのところですが、まず問題文を読み取って、えー、そこから論点を抽出して、そして覚えているひな型に当てはめて回答を書いていくという作業となります、えー。問題文の読み取り、同じくレジュメの、えー、7ページ見てください。 えっと、こちらは本試験問題ではなくて、私が作った旧式問題のサンプルなんですけども、だいたいこんな、えー、雰囲気と、ね、なります、えー。そのように文章で、えー、問題文が書かれてあります。で、これを読んでいって、えー、ここから当局の申請につながる事実関係ですね。それを読み取ってもらって、そして、まあ、隣のページですけども、まあ、こんな感じで、えー、回答していってもらう。 まあ、こんなものだと思っておいてください、えー、旧式問題は論作文じゃなくて初、えー、めからひな型というものがあって、えー、そのひな型を覚えておいて、えー、問題文を読み取って覚えているひな型当てはめて解答を作っていくというねそういう作業ですはいそれでは二、えー、ページ、えー、1ページすみません一ページのほうに戻ってくださいはいその3つの作業ですね えー論えー、問題文の読み取り、論点の抽出、それからひな型への当てはめ。この三つの作業が、ね、必要になってくるんですが、えー、旧式の、えー、学習、まあ、往々にして、えー、ひな型はひな型、それから、まあ、論点は論点ということで、勉強がバラバラになってしまうということが起こり得ます。まあ、例えば、えー、テキストの方で、えー、記憶に必要なひな型だけを覚えていく。ね、でも、記憶に必要なまた論点というものがあるわけ。 で、論点は論点でまた別で覚えていくっていうことになって、そこの勉強が一体化してないっていうね、ええー、まあ勉強法をよく見かけます。それではなかなかうまくいかないということです、ね。まあその別々に勉強してそれを自分なりにうまくつなげることができればいいんだけれども、これできればですね、一箇所でまとめて勉強できれば効果的です。その記述のひな型、それから記述の論点。 これが一箇所にこうまとまった勉強をね、それをご紹介していきます。はい。じゃあ、まずその前提として2ページ見てください。2ページ。隣のページね、レジュメ、えー。これは本試験問題。どういった構造になっているか知っておいてください、えー。不動産登記の場合は、まず問題文があって、次に、えーまあ、今回の問題特有の事実関係が、えー、ずらずらっと文章で出てきます。 そして、えー、注意事項が出てきて、えー、添付情報、これ最近の本試験問題だと、えー、記号で選ぶ形になってます。そこね、一覧のところに記号で並んでます。それから次に、別紙って言って、えー、別紙はこれは契約書などです。売買契約書とかね、それから定当権設定契約書とか、そういったもの。はい、こういった流れになってます。 でえー、っとこの流れなんですけれども、その冒頭の問題文のところと、それから注意事項と、それから添付情報というところ、これは毎年大体同じです、同じようなことが書かれています。なので、えー、そこはあの直近の本試験問題を、えー、利用して、大体どんなことが書いてあるかということを覚えておくように、ね、すれば効果的です、はい、そして、えー、事実関係と別紙というところ、それがその都市特有の部分となります。 はい、こちらの事実関係と別紙のところですね、これが毎年特有の部分、はい、なのでここをしっかり読み取っていく必要があります、はい、でこれはあの、まあ、少し勉強が進んでいる方向けの、ね、お話ですけれども、そこの読み取り方、今の2箇所ね、ね事実関係と別紙ですけれども、事実関係は文書で書いてます、で別紙は契約書ですで、そこを読み取っていくやり方なんですが、一つのおすすめ。 おすすめとして別紙を先に読んでいくという方法を試してみてくださいで、別紙を先にざっと全部確認してから最初の事実関係の文書に戻るという方法を、ね、それを一度試してみてください はい。どうしてかというと、その事実関係のところは、例えば1番で、えー、別紙2の通り、所有者〇〇は死亡して、相続には誰それである。ね。そういったことがまず文書で書いてるわけ。ね。だそこの文書で、えー、所有者誰それは別紙2の通り、死亡して、相続関係はその通り。ね。そしたらそこでまた別紙の2に移ることになります。で、また冒頭の事実関係に戻ります。だ文書を読んでいくと、次に、 え次は、何年何月何日、別紙3の通り、売買契約を締結しました。という文章が書いてます。そしたらそこでまた別紙3の方に移って、売買契約書を見る。で、また冒頭文章戻って、だこのまた別紙4の通りと出てくるから、また別紙に移る。はい。このやり方だと、冒頭の文章と後ろの別紙、行ったり来たりということになるわけです。ね。なので、最初に別紙ざーっと全部読んで確認していたら、 最初の文書戻ったときに、誰それは別紙2の通り死亡した。ねこれも確認,、えー、確認済みだなっていうことになるわけ、ね。で、次またその事実関係のところで、えー、別紙三の通り売買契約をした後出てきても、あその売買契約さっき見たよっていうことになるわけ。ね、なので、そのやり方一度ね、えー、試してみてください。はい。それから次は商業登記。 商業登記は、問題の構成ですけれども、まず問題文が冒頭にあって、次に注意事項が出てきます。で、次に別紙。別紙は株主総会議事録とか、取締役の議事録、そういったものになります。から、その後ろに司法書士の聴取記録っていうものが出てきます。このような作りになっています。 はい、でこれも問題文と注意事項、それは毎年大体同じような内容だからえしっかり読むべきところは別紙と、それから聴取記録というところになりますで、えっと、別紙の中でも別紙 1, 別紙1は通常、えー、この主人公である会社の、えー、登記事項証明書が示されていきますからその別紙1は当然真っ先に確認してください。ね、そののの登記の申請をする会社の えー、統計事項が示されます開始の概要を確認したら、えー、次は、えー、商業登記の場合は今の2箇所この別紙と、えー、それから聴取記録なんですが、はい、これは聴取記録の方から今度は逆に読むという方法を試してみてください聴取記録から読むで聴取記録をざっと読んで別紙に戻るという順序です はい、商業投機ですねやり方を試してほしいのは、えー、商業投機の調子記録のところでは、えー、何年何月何日の株主総会には株主全員が出席したそんなことが書いてあることが多いです、出席状況、ね、そしたら、えー、その調子記録の一番で何年何月何日株主総会は株主全員出席と書いてあったらそしたらその該当する手前の別紙のに戻るわけです。 ね。例えば、別紙2がその株の総会の議事録だったとします。そしたら、そちらに戻って、そこに全出席だってことが分かるように、丸全っていうふうに書くわけ。ね。そしたら、そのように別紙に書き写せば、今の聴取記録のところは、もう内容は確認済みということになります。ね。なので、そこを別紙の方に全出席と書き写せば、え、聴取記録はもうそれでカットしていく。ね。そうすると、後で読み返す聴取記録、えー、 がですすねその分どんどんん減っていきます先にべしから読むとべしを読んでで聴取記録見て、えー、またべし戻ってまた聴取記録やはりこれも行ったり来たりねなってしまう恐れがあります、ね、聴取記録先に読んで書き写せれるものはべしのに書き写して、ね、でどんどん読み終わったものは削除してそしてあの最後に確認すべき、えー聴,えー、聴取記録を極力削っていくっていうやり方ねこれ一度試してみてください はいえー、と以上がまあ不動産の時と商業の時でちょっときで問題を読む順序ですね、えー、一度自分で工夫してみてほしい、ね、ところでした、旧式問題についてはも人それぞれ問題を解く方はいろいろです、ね、絶対この方法というのはありません、もう自分に合った方法を、えー、合格者、みんなそれぞれ工夫してやってますから、まあ、これからいろんな問題を解く中で、まあ、今申し上げたことをヒントに、ね、いろんな方法、試行錯誤を試してみてください。 はい。それでは次の3ページご覧ください。これもう一つのヒントです。えー、私の答案構成のやり方、不動産登記についてご紹介しておきます。はい。えっ、ー、と、まずこんな感じで図を描きます。えー、まず横に線を引きます。で、線を引いて、下に、えー、コーク欄書いていきます。これ、コークの1番で所有者が民事次郎ということです。コーク1番、所有者が民事次郎。 で、上に、おつくを書いていきます。これ、当然、登、え、記、ー、されている順番通り書いていきます。で、えっ、ー、と、これ、おつく1番と2番ということです。で、寝定当権なんで、これ、両方とも、ひらがなで、ねと書いてます。寝定当権。定当権なら、ひらがなで、えー、てと書いていきます。で、こちらが、寝定当権者。銀行と信用金庫、寝定当権者。で、かっこない債務者を書いてます。債務者。はい、こんな感じで、工、え、区、ー、1番の所有者。 それから、おつくで登記されている1番寝定当権者、2番寝定当権者、それぞれの債務者、こんな感じで図に書きます。で、えー、問題を読む順序はさっきの通りで、まず別紙から読んでいきます。で、別紙で、例えば、えー、この民事次郎の相続関係図が出てきた、ね。そしたらもうここに書いていきます。あ民事次郎は、えー、令和3年11月7日、えー、死亡したんだな、相続。で、相続人が、えー、民事三郎だ。 民事もう一箇所います、ここ、この寝定当家の債務者のところ、ここも同じ要領でこうやって書いていきます。ね、こんな感じで、別紙で出てきた事実関係をね、この図に書いていきます。で、次にまた別紙で、寝定当家の、例えば極度額を変更しましたっていう変更契約書があったら、それまたこの図に落としていく。から、寝定当家を全部譲渡しましたっていうね、全部譲渡の契約書が次また出てくるんで、そしたらそれをまたこんな感じで図に書いていく。 はい、まあ、こんな感じの答案構成、これも一度試してみてくださいで、私はもうこれ以上あまり書かないです、この程度書いていたら、た、え、い、ー、ひな型を覚えていたら、えー、答案作ることができます、例えばここでしたら、ひな型を覚えていたら、これ所有権移転、年月日相続、ね、そして相続人、えー、民事三郎という形でね、相続登記のひな型を覚えていたら、まあ、答案構成についてはこの程度書いておけばね、十分、えー、答え書いておくことができます。 で添付情報についても,もう不動産のとき、大体つける添付情報決まっているからね、ひな型覚えていたら、やっぱり添付情報もぶっつけ本番で記号を選択して書くことができるかと思います。なので、こんな感じで、答案構成必要最低限でとどめるという、ね、工夫をしてみてください。はい、その答案構成の仕方も、やはりこれ、人それぞれですのでね、まあ、今のやり方はもう単なるヒントにすぎませんからね、まあ、一つの方法として試してみてください。 でそれをベースにもう皆さんご自身なりに、まあ、自分に合った方法ね自分はどういった方法がやりやすいか、えー、そういった方法を見つけていっていただければと、ね、思います、はい、それでは次は4ページご覧ください、はい、じゃあ,あの、教室の勉強方法ですけれども、えー、講座の方を、ね、ご案内しておきます独、えーまあ、学でってはなかなか難しいですから講座をうまく利用してほしいんですが、えー、おすすめ講座まずカッコ1番 記述が苦手な方は、本試験形式じゃなくて、一問一答形式の手短な問題から始めていくというのがおすすめです。で例えば書籍ならば、えー、書式ベーシックっていうレッグの方では基本問題集があります。えー、それから、講座の方では私の講座ですけども、赤松式記述10分朝取れ100台という講座。 ここちらの講座をおおめしておきます。でこれタイトルの通り、えー、旧式問題、不動産登記と商業登記と、えー、それぞれ100問ずつ、1問1答形式で出しています、えー、そして10分朝取れということでだたい10分程度で解説をそれぞれ行っていきますで、まあ、朝取れと、ね、タイトルついていますけどこれは、えー、約10分の時間帯、えー、皆さんの空いているところで勉強してください、当然朝、昼、晩ね、いつでも結構です。 1>, まあ1日10分というイメージでやっていただければと思います、まあ、合計100台ですから今からもう実は昨年からね販売の実施させてもらってるんですけども今から始めてもらっても全然間に合います例えば1日1台ずつ不動産登記と商業登記ですねやっていったら100日で終了しますからいや、おおむね3ヶ月程度で終了させることができますね まだまだ本試験にはね、十分間に合います。はい。それから、えー、こちらの講座、サンプル見てください。次の5ページと6ページ。はい。えっと、これ、商業登記の実際のテキストのサンプルです。えー、第1日目、えー、第1項ね。はい。まあ、こんな感じのテキストになってます。 で、ポイントになるところを見やすいように、そんな感じで、えー、枠で囲っています。この会社の称号と目的が現状こうで、で、株の総会議事録見てください。えー、実際の本試験だと当然その枠はないので、自分で、えー、回答に直結する部分、読んで探し出していくことになりますけど、こちら最初からポイントを示してますから、あ、ここはポイントなんだということでね、見つけやすくなっています。なので、記述が苦手な方はですね、 え、最初から自分で全部文章を読むっていうのは大変ですから、こんなテキストを利用してもらったらと思います。だパッパッとね、あの、ポイントを見てもらって、えー、年月日付で称号を東京商事株式会社と変更する。で、次に、えー、次の通り目的を変更する。ね。まあ、これが今回のテーマなんだということがわかりますね。はい。そして下に聴取記録があって、えー、こんな会社が存在しますよということ。はい。次のページ、ひな形 はい。で、ひな型ね、当てはめて答えを作っていくわけですが、まあ、この部分がポイント、トーすべき事項のところ。はい。今回、年月日変更で変更後の称号をこんな感じで書いていきます。年月日、えー、変更で変更後の目的を書いていきます。はい。こちらが称号を変えた時とか目的を変えた時のひなとね、いうことになります。まあ、こんな感じで手短な問題を読んでもらって、 まあ、ポイント、キーワードをさ最初から示してますからそこで論点を確認して、ね、こうひな形を書いていくこんな作業、えー、こんなまあ講座だと、ね、思っておいてください、はい、そして、下に論点を書き出してます、はい、これ、ある程度勉強進んでいる方であれば、ね、分かるような論点かと思いますが、えー、東京商事株式会社という実は調子記録のところですで、えー、に同じ会社がありますよ 同じ称号に変更できますかということを聞いてるんだけれども、えー、本店の所在場所が全く同じではないので、登記できるという論点となっています。今回の開始の本店が、えー、上の方ですけれども、本店内幸い町1丁目1番1号であります。 で、c 用紙の聴取記録、既存の会社で東京商事っていうね、これから称号を変えようとしている会社が存在するんだけど、そちらの会社の本店は1丁目2番3号。住所がちょっと違うからね。で、こういう場合は、全く同じ称号にも変えることができるとされています。はい、それから論点2番。目的変更にね、何か問題はないか。これは目的の3番見てください。えー、その他、適用な一切の事業と変えようとしています。 ね、これができるかどうか。一切の事業ということだから何でもできる。ね、こんな目的、えー、いいのかな、とね、いうことなんですが、これ論点2番。実は、えー、会社の目的については、具体性は審査を要しない。要は、具体的でなくても良いとね、えー、現状、現在では、えー、扱われています。なので、具体的でなくてもいいから、えー、一切の事業っていうこの目的ね、まあ、これも登記できますよ、ということです。 はい、こういう形で、えーまあ、このようなやり方であれば手短な問題で論点を確認してそしてひな型を、えー、覚えてもらってそして合わせて、記述に必要な論点ですね、論点、同じページ下に書き出してますからひなだけではなくて論点もセットで覚えることができます、はい、こんな感じで1日10分の目安で記述のトレーニングをしていってもらいましょうという、ね、こんな講座となります不動産の時も同じようなイメージです。 はい。では、4ページの方戻ってください。はい。で、今、あの、少しサンプル見てもらいましたが、えー、記述が苦手な方は、えー、カッコ2番、初めから全部答えようとしないことです。例えば、不動産登記であれば、最初は、目的原因申請のところだけね。目的原因申請にそこだけを事実関係を読んで答えていく練習。ね。で、あと、添付情報とか、登録免許税とかね。 それは2回目3回目繰り返してやるときに合わせて答えていくようにしていく。最初から全部答えようとするとちょっとしんどいですからね。まずそこが一番ポイントになるところ、目的と原因と申請人というところ、そこから埋めていくようにしましょう。で、それで一通りやったら次2回目3回目繰り返し復習するときは1回目 え、埋めなかったところ、添付情報も合わせて考えていく。そんな感じでやってみてください。商業動機も同じです。まあ商業動機だったら、例えば、えー、先ほどの5ページのサンプル、えー、ごめんなさい、6ページのサンプルですけれども、えー、投機すべき事項というところ。投機すべき事項ね。まずは問題読んで、そこだけを考えていく。ね。で、それでずっと100台やって。で、次、また2回目繰り返してやるときは、他の部分ですね。投機の自由っていうところとか、 あと添付処理のところ、ね、それも合わせて書いていく、まあ、そんな感じでやってもらったらどうかなと、ね、思いますはいそれでは 4, 4ページの3番四ページの三番択一、えー、式もそうですけれども記述も反復継続が何より大事です、えー、そこを2つ書いてますが30問を1回ずつ解く 10問を3回解く。回数同じですけれども、これは後者の方が圧倒的に効果的です。ね、10問を3回解く。ね、とにかくあの、できるだけこうやる台座を絞り込んで、それを繰り返してやることです。ね、で繰り返してやって身につけるということ、ね。なので、記述式問題も1回やって、 ちょっと同じ問題、あ,のあんまりやる気がしないなということが結構あってね、でもう新しい問題、新しい問題とあの、えー、勉強されている方もたまに見受けるんですけども、それだと、まあ、1回やったっきりで復習が全然できてないわけ、それあの力尽つきません、ね、そうじゃなくて、あれこれやるんじゃなくて、問題絞り込んで、ね、定期的に繰り返してやっていくこと、ね、そしてその問題をしっかり身につけていくということです。 はい。ですので、今ご案内した、えー、10分朝取れですね。まあ、これについても、えー、まあ、100回それぞれありますけれども、一通りやって、えー、1回やって終わりじゃなくてね、後ほど反復継続して身につけていってください。はい。それから、括弧四4番ですが、より、えレベルアップを図るために、本試験に当然近い問題をね、解くことも必要です。で、まずは当然、本試験問題も解いてください。本試験問題については、レックノで出してます、合格ゾーンの 過去問集こちらで過去10年間分の給付式問題入ってますからまずそれで不動産トークと商業トークと過去10年分ずつの問題ですねそれを練習するようにしてくださいでそれですと、まあ、本試験10台ずつですから同じレベルのものを解くにあたってはそちらをご紹介しています赤間式給付山手講座太郎と花子の事件簿2022こちらを、ね、ぜひお勧めしておきます はい。これは本試験に近い問題であるのと、本試験の予想も兼ねてます。で、これももうすでに販売済みですから、えーまあ、受講される方もできるだけ早めに受けていただいて、それで反復継続が大事だからね、まあ、早めに取って、もう何回も繰り返して練習できるように、ね、していきましょう。8ページご覧ください。 はいこれ、えっと、昨年度分のサンプルです、太郎と花子の事件も2021、えーまあ、予想問題も兼ねているんですけれども、まあ、こちらざっと見てください、所有権移転、年月日会社分割、何、え、番、ー、値定当権変更、年月日会社分割、で次、何、え、番、ー、値定当権分割庁と、年月日分割庁とで、これ、私の方で9つの予想問題として、えー、出題しまして、次のページですが、これ、実際、その年の本試験問題です。 本試験問題所有権移転年月日会社分割値定当権変更年月日会社分割値定当権分割用と年月日分割用とはいという形で、えー、まあ結構当たってるっていうことをねまあ見ていただけるかと思いますまあ予想問題だから当然ねあの外れることもあるんですけれどもまあ結構当たることがあの えー、多いとね、えーまあ、自分なりには思っていますから、えー、ぜひこちら、まあ、予想問題としてもね、役立ててください、まあ、毎年あのたくさんの方は、ね、こちら、利用いただいていますで、こちら、受けてもらった方は、えー、先生の太郎と花子を受けたおかげで、えー、予想が当たってたからね、今年の試験、助かりました、たくさんそんな声を頂戴します。で逆に、えー、結構当たたってたよってよいいうののを他の人から聞いて 受けてなかった人があ受けとけばえよかった、ねえー、残念だったと、ね、いう声も聞くことが、えー、ありますからぜひこちら、ねえー、検討してみてください、はい、こちらの太郎と花子については8問ずつございます、えー、不動産登記と商業登記と八8問ずつですからまず本試験の問題をやってもらってそれからこちら太郎と花子をやってもらったらそれで合計18問ということになりますから、まあ、本試験レベルの問題としては、ね、それでも20問弱問題揃えますからね まあそこを軸に繰り返して本試験レベルの力をつけてもらったらと思っています、はい。じゃあ最後にちょっと前の画面に簡単ね、えー、とパンフレットの方をちょっと映させていただきますけども今回ご紹介させてもらった講座がまずこちら。えー、合計 不動産登記と商業登記の100問ずつ1、1回10分の解説講義という形で進めていく講座です。赤松式記述、10分朝取れ100先ほどサンプル見てもらった通り、一問一答形式でひな型を答えてもらって、それにまつわる論点を合わせて確認してもらうという講座となっています。から、こ、えー、これは一問一答形式ですけど、もう一つですね、本試験レベルの講座。 はい、本試験レベルの講座がこちらとなります、えー、赤間式起立山手講座太郎と花子の事件簿2022、えー、合計、えー、8回ございます不動産特区と商業特句と、えー、合計8問ずつ出していきますでこれももう昨年末からね、えー、販売開始させてもらってますからできる限りも早めにお申し込みいただいて、ねまあ、その方が得だからね 早めに申し込んでもらったら早めに問題を手に入れて、えー、繰り返して練習できる回数が増えるからねぜひ、えー、ご検討、えー、くださいはいそれではえっ、ー、と私の方からのお話は、えー、以上となります、えー、今回は、えー 択一と記述の目からうろこの学習術ということで、根本先生の方から択一式、それから私の方から記述式のお話をさせていただきました。えーまあ、何かね、あの皆さんの学習の参考になるところがございましたら参考です。ぜひね、役立ててみてください。それでは本日はありがとうございました。